はい、最後は牧人の使い方になりますけども、牧人っていうのはですね、人が立った姿にこうパンチを繰り出した形で固定されてるんですよね。ですからそのパンチを避けながら避けるとかだと攻撃ですよね。攻撃っていうのが組み合わさってできてます。で、腕っていうのは外から攻撃することもありますし、こっちね、で、上に跳ねのけることもあります。払いですよね。こういうふうに避けることもありますよね。こういうふうに避けることもあります。で、受けながら過激することもあるんですよね、打撃を。で、よく見えてないんですけど、ちょっと下の方にね、ずらすとこう足もあるんですよ。だから足を払ったりね、することもあります。こうとかね。で、すいません、深夜なんでですね、ガチガチと音が立てられませんので、高速の打撃はちょっとね、動画の方を見ていただくことになります。それ、ちなみにこれ牧人って言うんですね、牧人、ということなんで、すいません、ここまでに今日はさせていただきます。あとね、私あんまり牧人の使い方得意ではないんですよ。で、指導者もいませんし、動画もあんまりないんでね、結構ね、牧人のセルフトレーニングって難しいのと、あとね、このカシの木っていうのがむちゃくちゃ痛いです、打撃すると。この音がするでしょ、音がしただけでも激痛なんですよ。ですんで、腕周りを筋肉ものすごくつけて鍛えていかないと、普通の状態でトレーニングするとそれだけで捻挫や骨折してしまいますんで、お気をつけください。それではですね、牧人の前にこの腕がぶっ壊れる。